長崎です。今回は命を運ぶ救急車適正に利用しましょうというテーマでお送りします。はい、スタジオには消防局警防課寺下亮さんにお越しいただきました。寺下さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。今日は救急車のお話ですよね。はい、救急車はですね、怪我や病気で、一刻も早い助けが必要な人の命を救うために出動するものです。しかしですね、救急車が必要ではないような軽い症状の人でも救急車を呼んでいる人が少なくありません。ひよちゃんぽんさん、長崎市消防局管内では何台の救急車があるか知ってますか？長崎市消防局管内、はい、多分、まあ、1台から1億台の間かなと思うんですけども当たってます？いや、リハーサルではものすごく近かったんですけど寺下さん、しいよ、それはすごいです、はい、正解はですね、はい、15台になります。15台なんですよね、はい、15台。リハーサル14台15台、でもこれ15台って、はい、もう長それで長崎市と都立諫早、はい、長崎市消防局はですね、長崎市と都立町と長与町を管轄しています。で15台って聞くと、うん、はい、そんな多くないなって感じはするんですけどね、はい、そうですね、はい、ですね、令和3年なんですけれども、はい、長崎市消防局管内でですね、救急搬送された人は、22,944人でした。1日あたりですね、およそ70件救急車が出動しています。1日70件、はい、15台で、そうですね、回してるんですね。それ大変ですよね。はい、はい、そうですね、年間で考えると20人に1人が救急車で運ばれている計算になります。はい、で、ですね、その救急搬送された人のうちですね、約 33% にあたる7608人の人は、入院を必要としない軽症者です。じゃあ3割は軽症者ってことなんですね。はい、そうですね、軽症だからといってですね、必ずしも救急車を呼ぶ必要がないとは言えませんけれども、はい、中には不適切に救急車を利用している事案っていうのも見受けられます。うん、不適切っていうとどういう事案がこれ挙げられるんですか？はい、例えばですね、このような事例が報告されております。はい、どこの病院に行けばいいのかわからないのでとりあえず救急車を呼ぶ、病院に行くための交通手段がないのでタクシー代わりに救急車を使う、救急車で病院へ行けば優先的に早く見てもらえるから救急車を使う、夜間や休日でかかりつけの病院が診療時間外のため救急車を呼ぶ、救急車は無料だから利用する、このような不適切な理由で救急車を利用すると本当に助けを必要としている人のところへ救急車が向かうのが遅くなってしまいます。ねえ、無料だからとかね、タクシー代わりでちょっと呼ばれていたらね、隊員の方もたまったもんじゃないですね。そうですね、こういう理由はちょっと本当やめてほしいですね。はい、そうですね、ですけれどもですね、突然の頭や胸の痛み、お腹の痛み、吐血とか下血、顔や手足の片側のしびれや麻痺、意識がないまたはおかしい、痙攣をしている、他に広範囲の火傷とか窒息や転落、溺水などの事故、全身にジンマシンが出て呼吸がしづらいというような症状が見られる場合はためらわずにすぐに救急車を呼んでください。なるほど、本当限られた救急車を本当に必要な方のところに届けるためには我々市民一人一人の理解と協力が必要ということになってくるんですね。ただどんな時にこれ救急車を呼べばいいのかちょっと自分では判断しづらいところがあると思うんですけど、はい、救急車を呼ぶかどうか迷った時はですね、まずご自身のかかりつけの先生に相談をしてみてください。まずはかかりつけ医、はい、普段からこういろいろ見ていただいているので自分がどういう症状なのか伝えれば、まあ、分かってもらって、はい、いろいろ対処法を教えてもらえるっていうことですかね。はい、他にはですね、休日や夜間の場合はですね、長崎市のホームページ、休日夜間当番医案内のページをご覧いただき、当番医の先生の指示を仰いでください。当番医はホームページで確認できるんですね。はい、またインターネット環境のない方は電話でも病院を案内しているそうです。
そしてまあ清さんのように小さいお子さんがいるご家庭のための相談窓口もあるんですよね。はい、15歳未満のお子さんのですね、保護者の方を対象とした、長崎県の小児救急電話相談窓口があります。はい、#8000っていう番号にですね、電話をしてもらえれば窓口につながります。はい、#8000、はい、覚えやすい。僕利用したことあります。あ、本当ですか。やっぱちっちゃいので子供が喋れないから、うん、もうどうしていいのか分かんなくて、でも丁寧に案内していただきまして、素晴らしい。はい、いろいろこう対処法とかも教えていただいて助かりましたよ。それは良かったです。はい、受付時間が午後6時から翌朝8時までとなっていますね。さらに便利なアプリもあるんですよね。はい、全国版のですね、救急受診アプリというものがあります。これは救助と呼ばれているんですけれども、はい、このアプリをダウンロードして、急な病気や怪我をしたとき該当する症状を画面上で選択していくと、緊急度に応じた必要な対応が表示されます。今すぐ救急車を呼びましょう。できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう。引き続き注意して様子を見てくださいという4段階に色分けされて表示されるので、とても分かりやすくなっています。その後必要に応じて119番通報や医療機関受診手段の検索などを行うことができるようになっています。これは秋代さん知ってます？いや知らなかったですね。こういったアプリがあるんですね。これ便利ですね。いざという時ね、使ってもらえればいいですね。はい、救急車を呼ぶべきか正しく判断することも大事なんですが、まずは日頃から病気や怪我をしないように予防することもやっぱり心がけたい。ね、はい、私たちはですね、予防救急と呼んでいるんですけれども、家の中にはですね、様々な事故のリスクがあって、特に高齢者や子どもがいるご家庭では事故を未然に防ぐための対策が大切です。家の中にはいろんな危険が潜んでるんですね。はい、高齢者の方は段差などにつまずいて転倒したり、階段やベッドからの転落、家具などにぶつかったり、食べ物を喉に詰まらせて窒息するなどの危険があります。慌てず気をつけて行動することで事故を防ぎましょう。お子さんの場合はベランダや窓から落ちる、誤って飲み込んだものが詰まる、窓やドアに手を挟む、包丁やハサミで切る、風呂場や段差で転ぶ、アイロンや夜間などの火傷など危険がたくさんあります。予防に勝る治療はありませんので、それぞれの事故の原因を考え正しく対策しましょう。はい、ということで長崎市消防局では子どもたちに家の中の危険を知ってもらい事故を防ぐため、このような絵本やカルタを制作しているんですよね。はい、こちら図書館や公民館などで貸し出ししているほか、絵本はホームページからもダウンロードできます、ね、ご家族皆さんでこれ見ていただいてね、救急車を呼ばずに済むように事故の予防について一緒に考えていただきたいと思います。素敵ですね。うん、こういったものがあるんですね。絵本もとても可愛いんですよ。はい、はい、犬と猫がね、お家の危なかを探すっていうね、子供でも本当楽しみながら学べますもんね。はい、かわいいんですよ。バウとニャンが出てきます。そしてですよ、車を運転しているときに皆様の運転中に救急車に遭遇すると思うんですが、はい、やっぱり遭遇したら思いやりの心でこう道を譲るっていうのがね、はい、大事ですよね。はい、救急車などの緊急車両が近づいてきたら左側に寄って停車しましょう。交差点やその付近では交差点を避けて停車してください。救急車があなたの車のそばを通るとき、誰かの命を運んでいます。左に寄るだけで救える命があります。あなたが道を譲ることが命を救うことにつながります。皆さんのご協力をお願いします。左に寄るだけで救える命があります。これが合言葉ですね。ね、これしっかり覚えておきましょう。はい、です。はい、では最後に長崎市消防局からのお知らせです。はい、救急車を呼ぶような事態にならないことが一番なんですけれども、はい、もしもの時にですね、しっかりとした応急手当ができるようになることも大切です。長崎市消防局では、新しい生活様式を踏まえて県内で初めてオンライン会議システムを利用した救急講習が始まりました。
場所を選ばずですね、応急手当を学ぶことができますので、この機会に救急講習を受けてみませんか。ご希望の日程でお申し込みいただければ、心肺蘇生トレーニングキットを貸し出しますので、事前に受け取りに来ていただき、当日は警防課の職員がオンラインで実技指導を行います。またトレーニングキットを使わなくても空の2リットルのペットボトルを準備いただければ実技が実施できますので、遠方の方でも気軽に受講できます。はい、学校や職場、自宅などインターネット環境がある場所ならどこでも受講可能です。お気軽にご参加ください。お申し込みお問い合わせは電話 095-822-0448 までどうぞ。それでは最後に寺下さんからテレビをご覧の皆様へ、改めてメッセージをお願いします。はい、救急車はですね、命を運ぶ大事な車です。本日お話しさせていただいた救急車の適正利用について改めて考えていただき、本当に救急車を必要としている方のもとに、1分1秒でも早く到着できるように皆さんのご協力をよろしくお願いします。はい、今回の知っとく長崎は救急車の適正利用について消防局警防課寺下亮さんにお話を伺いました。寺下さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。